司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。もし内縁の配偶者がおられて、その方が亡くなられた場合どうしますか？内縁の配偶者が亡くなられた場合、まず一緒に今居住しているマンション等があると思います。そのマンションがもし内縁の配偶者の名義になっていたら、住み続けることができるでしょうか？現在の法律では内縁の配偶者に相続権はありません。したがって亡くなった方の法定相続人、まあ子供さんとかになると思いますが、その方が権利があることになります。そうすると一緒に住んでいたマンションを出ていかなければならなくなるかもしれません。そのようにならないためにも、生前に事前の対策が必要となってきます。その対策、ご存知ですか？まずは遺言を書くことです。遺言を書くことによって、少しは対策ができます。遺留分という問題もありますので、他の預貯金等で対応することが考えられます。ぜひ当事務所にご相談ください。司法書士の重森でした。